ユドンプ空撮ウルルイコールカタジュタ国立公園は、オーストラリア連邦ノーザンテリトリーにある、オーストラリアの国立公園の一つ。ダーウィンから1 4 3 1トル南、アリススプリングの4 4 0トル南西にあり、オーストラリアのほぼ中心に位置する。ユネスコの世界遺産には1987年に登録された。 地球のへそと呼ばれるウルルと同じく岩石の山である方、樹刀を有し、壮大な景観を有する。アボリジニの重要な聖地の一つでもあり、古来からのアボリジニの痕跡を随所に残す文化的な場所でもある。公園はアナングと呼ばれるアボリジニの民族集団による所有地である。国立公園への入園には、 3日間有効の入園券を25ドルで購入することが必要である。正規インコ、腰赤商品、茶色ハヤブサなど160種類の鳥類やトゲトカゲ、トゲホップマウスが生息する。植物は逆さま植物という意味でマメ科のアップサイドダウンスプラウト、松葉ボタンの一種のパラキーやヨーロッパから伝わりレンジャーの駆除対象となっている犬ナスビが自生する。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。1987年に以下の基準を満たしたとみなされ登録された。1994年にはアボリジニの文化が文化遺産の以下の基準に相当するとみなされ拡大登録が行われた。うるるとかじたのがいいよありがとうございます。